あ、ここでストーリー2なのね。あ、じゃあ、1の途中っていうか、最後でやめちゃった感じになったんですね。これもね、ワンチャプターが長い。いや、お、いなやんだー、いいこ天の気音だ楽はなまた。おいおい、なんだよ。機嫌良さそうだけど。音楽なんとかしろよ。ー。ふん、よくぞ聞いてくれました。ここだけの超極秘話。何？あのさ、実は。何なの、二人して。おお、来た。 ミスター KY、 さすがだな。ギャッ、びっくりさせるね。 ギャッてあんた、びっくりなんかさせてないよ。一体何の話なの？もう帰れ帰れ、お前は帰れ、関係ない話はお前には。実はさ、営業に来ているサハラ製薬の人でさ、結構感じのいい人なんだよ。あら、どんな子？ほー、マーク抜いちゃったな。いや、ほーっおとて。つい会ったばっかりだぜ。まだまだそこまでは。さすが、アスマ先生。手が早い。だから、まだ手は出してないっつうの。おい、なんか顔合わせ書いてるぞ。ほお、ー。前もほーか。で、この前その人と話したんだけど、どうも一人らしいんだよな。フリーってことね。彼氏なし。ほお。小林、うざい。マジうぜえわ。うん、マジうぜごめん。え。で、その人がどうしたの？で、その人となんと明日デートできることとなりました。ほー、すごい。さすがです、東先生。いやー、速攻ですね。素晴らしい腕前です。お前はその腹をどうにかしろ。お前らガキか。自慢する方もどうかと思うけどな。え、マジでな。うん、そういうこさとかて、さ。ここからが本題だ。俺実は明日オペがあるんいだやよいやいな。やいや、お前オペはしっかりやれさっきよ。教授に呼ばれてさ、内容はまだ聞いてないけど、ちと厄介そうなんだわ。それはやりなよ。で、オペの話とその女の人とどういう関係があるの？もう変われとか言うんだろ？ということは、明日のその人とのデートは無理ってこと？そうなっちゃうわそうけだ。そう。まあ、俺としては女とオペを天秤ああ。にかけるまでもないわで、け。どっちかがデートに行けっていうこと？そりゃそうだよな。それで2人のうちどっいちや、マかジかわいデートしそたう、らどうそのだ？子。お俺のピンチヒッターで悪いけどな。前最低だな。そんな役を押し付けないでよ。お前嬉しそうだな、なんかお前。小林、よく考えるんだ。お前、このままうだつの上がらない医師をやっていくつもりかよ。うだつって何？うだつ。ずっと雑用程度で、大したオペもできない。そんなんで、一生終わらせるつもりか？僕の人生決めつけないでよ。泣くなよ。女との出会いだって、所詮この職場がいいとこだろ。違うか？けれど、よく見るんだ。気の強い看護師じゃ、お前みたいなやつは尻に惹かれて捨てられるのがオチさ。まさか患者に手を出すわけにもいくまい。看護師って 気が強いんだ。僕このまま独身でいいや。待て、諦めるな。もういいよ、面倒になってきちゃった。ああ、意外とやっそういうぱと小こあるな。林じゃダメだな、この手の話は。お前どうだ？お前最低だな。え、僕がアスマの代わりにデート？お前嬉しそうだな。ちょ、詳しく聞いてみよう。ちょっと待った。その人について詳しく聞かせてくれないと。行くとか行かない以前に。そりゃそうだよね。お前は行かないんだろ？どっちかっていうと控えめタイプ。髪は長かったかな。
スタイルはいいね。88、58、84ってところか。スリーサイズ言われても分かるけどね。 どうして分かるの？見りゃ分かるよ、それくらい。はあ。お、出た方。年は26歳って言ってたかな。ちょうどいいと思うぜ。そっか、26か。顔がニヤついてますよ、先生。はっ。きっといい子に違いないよ。そうだといいけどね。けど結局は中身性格の問題だよな。嘘つけよ、お前。まあまあ、とりあえず会う程度だしな。明日行ってくれるか。そうだな、行こう。うん、じゃあ俺からは連絡しておくよ。名前は初瀬さんって言うんだ。初瀬さんね。初瀬美香。初瀬美香りんね。オッケー。美香さんか。お前なんで漢字分かってんだよ、今聞いただけで。待ち合わせ場所は駅前の喫茶店。終わった。駅前の喫茶店ね。あの赤い屋根のところだったかな。そうそう、そこそこ。そうそう。で、時間は夜8時な。おお。8時ね。オッケー。結果報告よろしくな。じゃあまた。頑張ってね。うるせえお前。なんなんだあいつらは、本当に。であいつに話しかけたら話しかけたでまた、なんだね君は暇そうだ。うるせえわ、うるせえよ本当に。でどこ行けばいいの。おや、なんかいいことあったのかい。一曲を出るなら一階からの方がいいかな。あそこから必要に出させてくれないよね、本当にね。何でしょうか。いや、なんでも。何かご用かなと。用というか、ただ行きたいところがわからないだけです。俺もです。行きたいところはどこです。診察窓口ですか。いいえ、医局棟なんですけど。医局、医局に何かご用ですか。何って、仕事で。この人はもしかして、あの黒髪してたもんな。仕事ですか一体。お前仕事でいいじゃん、そこは。もういいです。ほら、そういうことなるよ。最低だな。そりゃそうだろう。やっぱり案の定迷ってる。極東は反対ですよ。ここは第一病棟ですから、さっき言った第三病棟を通っていけば行けますよ。あ、どうも。ま、いいけどね。さてと、で俺はどこ行ってもいい。はい、なんすか。あ、ありがとうございました。わざわざ教えていただいて。いやいやいや、とんでもない。何？先生ですか？おう、よくわかったな。あ、俺の名前も知ってた。名札に。そういうオチか。一般外科の柴と申します。あなたが、アスマさんの言ってた。お、初瀬さんですか？めっちゃ可愛いじゃん。明日お会いする予定でしたけど、
ってしまいました。めっちゃ可愛いじゃん。初瀬美香と言います。サハラ製薬の営業をしてて、それでアスマさんと知り合いになったんです。よろしくです。何？はじめまして。アスマは明日大切なオペがあってですね。そうみたいですね。会話が続かない。ところで初瀬さん。はい。サハラ製薬にお勤めなんですよね。ええ。さっき言ってたからな。うん。うちに来てもう長いんですか？いえ。いやいやいや、そっからいくらでも広げられるでしょう。なんだこいつは。すいません、私初対面の人って苦手で。お前ら明日ご飯食いに行くんだぞ。それでよく営業が務まるなって、会社でもよく怒られるんですけど。もう全部ハステさんから仕入れますよ、すべて。それに普段からあまり口数が多い方でもないので。そうですか。あの、はい、あの、あ、どうぞ。あ、かぶったのね。女の方って珍しいですよね。うちに来る他の営業の方はほとんどが男じゃないかな。いや、薬も営業とかあるんだね。女だからダメですか？いやいや、最高ですよ、もう最高。うん。その珍しいってことです。お前そこ最高でいいじゃん。そうですか。そちらの話は。何？あ、そういうことね。一般外科の先生。はい。一般外科の先生、子宮内線14までご連絡ください。やべ、なんだ。繰り返します。一般外科の先生。では僕はこれで失礼します。はい、それでは。お前また明日とか言えよ。もうね、本当にね。何？内線に連絡してくださいって呼び出したのに。時葉ちゃん、ごめんごめん、どうしたの？シフトの確認ミスみたいで、研修の先生がオペ担当だったんですけど、探してもいないんです。え？急に言われたって僕しかいないの？ええ、先生お願いします、急いでください。先生に切っていただくしか。あ、もう時葉ちゃんが好きだな。よし、わかった。で、クランケの容態は？先ほどバイタル取りました。脈拍71、血圧118の78、ともに正常です。よくわからんけど OK だ。分かったぞ、細かいことは後だ。準備に入る。はい。キョちゃん可愛いね。お、手術解説、これちゃんと見ないとね、大変なことになるのだとからね。体式を使い、胃の中の出血をしている潰瘍を止血し、止血剤をつける治療をします。食道、胃の内壁を傷つけないよう慎重に進んでください。それだけ？わかった、始めます。もう一回見るか。あの、内視鏡を使い、胃の中の出血している潰瘍を止血します。止血剤をつける治療。え、止血し、止血剤をつける治療をします。あ、ごめんごめん。食道、胃の内壁を傷つけないよう慎重に進んでください。 OK、 なんとかなるだろう。オペレーション2、胃潰瘍。これより内視鏡
下海洋止血術を行います。第一助手杉田先生。いや、いるじゃん、いるじゃん、杉ちゃん。了解です。こちら準備整いました。お前は一生助手なのか。わかりました。病状変化による検討は術中に行います。それでは開始します。キックオフ。左スティックと右スティック三角ボタン×ボタンで患部を探し、目前で丸ボタンを押してください。え、左スティックと右スティック、え、なに患部、え、マジでさ、右スティック、あ、こういうこと。え、ごめん、俺のコントローラー変なんだ。え、ごめん、痛かったよね。いや、てかそのさ、患部っていうのが、やばい、え、どうなる、ちょ、大変なことに。いや、マジで、なんか患部っていうのがわかんないんだけど、どうなってるの、患部は。ここ?え?あ、そういうことね。進んでいくんだ。うわぁ、マジ悪いことしたな。あれか?あれなのか?いや。やばいです。患者の HP が。うん、ごめん。めっちゃダメージ受けてるけど。え?いや、マジやばい。やばい、HP ね。つうか、そもそも患部がわかんないんだよ。やべえな。いかよ、失敗すっぞ、これ。うわ、おう、ちょ。うわ、痛いよね。痛いよね。ごめんね。痛い。ごめんね。マジでごめん。いや、このさ、死ぬんじゃない？大丈夫？ねえ。あと、残りわずかだけど、この人。着いた？え？なに？ここ？ちょ、マジでわかんないんだけど。海洋の位置、ちゃんとわかっていますか？いや、わかんないんだよね。え？海洋ですよ、海洋。大丈夫ですか？すいません。大丈夫です。とりあえずメスを。いけませんね、このままではクランケの体力が持ちません。今から執刀を私杉田が代わります。よろしいですね。はい。この前はうまくいっていたのに一体どうしたっていうんだ。はい、ということで失敗してしまったみたいです。すいません。前回自分で最後までできたことに少し自信を持ちすぎていたのかもしれませんね。いや、その前にさ、過去は過去、今は今です。こんなことが何回も続くようでは先は危ういですよ。分かってますけど、緊急で、しかももともと僕のオペでは。オペが失敗して言い訳をする医師がどこにいますか。舞台に上がってセリフを間違えた、その言い訳をする役者がいますか。言い訳なんて何の意味もありません。必要なのは結果。止血剤を塗るってね。私たち医師はその結果だけを求められるのです。どこ出血してたんだろう。そうですね、次は期待しています。
しっかりおやりなさい。はい。杉田先生のおっしゃることは正論なんだけど、正論すぎなんだよ。僕はどうしようもないしさ、アスマたちに合わせる顔がないよ。とりあえず事務室へ行って少し休憩しよう。よっ、なんだかお疲れだな。どうかしたのか？オペをミスった。はんはん、さては嫉妬をミスったか。クラン家の方は？それは大丈夫なんだけど、術後も多分問題ない。杉田先生が切ったから。ま、落ち込むなって。ああ。落ち込みついでにさらに追い打ちをかけるとだな。さっきここに初瀬さんいたぜ。そうなの？ああ、もう帰ったけどな。そうか。ん？あれ、もしかして会ってたりする？オペ前に偶然ね、話をしている途中でオペが入ったから大したこと話してないけど。で、明日だろ？会えるのか？正直そんな気にならないよ。なんであんなオペの執刀が最後までできなかったのか、そればかり考えて。デートどころじゃないよ。おいお前、まあ、無理もないか。じゃ、俺から電話入れとくわ。悪いな、アスマ。いやいや、いいってことよ。女は他にもいるって。マジか。オペもミスって、デートもなくなり、地獄に突き落ちる芝。ダメだダメだ、今は集中して仕事しよう。そうだ、術後の様子を確認しなきゃ。第一病棟の3階だったかな。ナースステーションで確認したらいいか。とりあえず行ってみよう。第一、いやー、やっちゃったねー。これでなんかこう、ん？これ第三病棟って書いてるぞ。こっちは？医局棟ではないよね。あ、じゃああっちでいいのか。いやいや、本当にこのコントローラー、グリグリがね、使えないから多分さっきもミスった。はい、3階に到着しました。ナースステーションに行きたいと思います。あったあった。いや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 、本当にさ、ダメだなこれね。なんかいい方法ないの本当に。これお願い、ここに置いとくから。わかりました。優しいな。あ、医局に行かれるならそこの書類を持ってっていただけますか。これかな。あ、それじゃなくてこっちの。あ、何？危ない、危なかったな。あわわ、すいません、先生、後でやっておきます。ごめん、僕も手伝うよ。先生。何？サハラ製薬の方と親しいんですか？え、サハラ？あ、ああ、紹介のこと。さすが、情報が早いな。アスマから？え？ええ、まあ。親しいというか、偶然下で会っただけだよ。そうなんですか。途中でオペが入っちゃったからね。ああ、さっきの。本当は明日、会う予定なんだけどね。それでアスマさんが。結構感じのいい人で終わったね。何ショックなの？でも少し話のテンポがね。って、時雄さん、興味あるの？え、いえ、アスマ先生が先生のことを話になっていたから。おとなしい感じの人だったよ。そんなに気になるなら、お前さ、ほんと最低だな。え？まあ、
いそう。バカだろマジで。もうね、俺はお前を使うことをすごく残念に思うよ。ほらー、かわいそう、トキワちゃん。いやー、コントの調子が良くなった。これで次のね、オペはちゃんとできるはず。今サンディスティックをめちゃくちゃひねったんすよ。したらなんかね、良くなりましたね。いや、医局棟にね、書類を届けに行かなきゃいけないですよね。あれ？それで良かったのか？あら、初瀬さん、またお会いしましたね。先生。何？はい、新薬の何ですか？お前が続けるとないだろう。何？私みたいな人と話をするのって。そんなことない。疲れますよね。そんなことない。わかるんです、もともと人と話すのが苦手だから。なのにこんな人と接する仕事に就かされて。就かされて、なんだ、親を独り占めに取られてるとかか。周りの人の方が迷惑してるって分かってるんです。そんなことないよ。いえ、いいんです、ろくに営業もできない。どうした、腹痛いのか。あ、いえ、何でもありません。たまに痛みが。いやいやいや、やばすぎだろそれは。ちょっと見てみましょうか。いえ、大したことないんです。もしかして胃潰瘍？じゃあそろそろ社に戻ります。うん、分かったよ。大丈夫かい？心配してくれるんですか？あら、そういうタイプ、あなたは。少し休んでいかれたら？宿直室空いてますよ。そうします。あら、あらら、もう一回。私、魅力ないんです。いや、そんなことないって。そうでしょうか。いいじゃんね。かわいいし。そんな。それは僕も人に偉そうに言えた義理じゃないですけどね。医師としても半人前ですし、けれど自分のすることには自信だけを持っていたいんです。さっきオペ失敗したけどな。でないと患者に対して失礼ですしね。自信のない医師なんかに切ってほしくないって。ええ、そりゃ。初瀬さんはどうしてそんなに自信がないんです？自信がないっていうか、気になるんです。と言いますと？人が自分のことをどう見ているのかとか、どう思っているのかとか、いろいろ。それは誰だってありますよ。女の営業なんてって言われるたびに、あ、私にはもう何もできないって。そう言われても、だって私本当に何も取り柄がないし。すみません、こんなことを外科医の人に。専門外ですね。なんかすごく悩みっぽい子なんだね。ごめんなさい、取り乱してしまって。いいよ、全然いいよ。初瀬さん。はい。明日はパーッと騒ぎましょうよ。どっか行くところ探しておきます。パーッですか？一緒にサッカー見に行こう。
俺と。そうですね、そうします。あれ行かねえんじゃねえのお前。行ってねえな全然。あれ、あのシルエットはまさかあいつじゃねえか。ちょっと華麗にスルーして。なになになに、何知ったの。何、お疲れ。ああ、お疲れ様。何を悩んでいるんだ。昼飯何にしようかとかだろ。ほら、ストロベリー味かアップル味かどっちにしようかと思って。両方食えよお前は。いい年してそんなことに頭使ってるから彼女できないんですよ。そんなこともないと思うけどね。いいの、ちょっとアスマ君に紹介してもらったからって。本当おっしゃる通りだ。そんなつもりで言ったんじゃないって。いいんだいいんだ。一瞬けたけど、いいな二人とも。普通に女の人と話せるんだもの。お前が変なんだよ。女性の前で一緒に上がるだろ。うん、患者とは普通なのにね。どうしてなんだろう。やましいから、やましいことしか考えてねえからだろお前。まあそのうち苦手じゃない人がひょっこり現れたりするんじゃないか。そうだといいんだけどね。僕はアスマ君みたいに何でも決めちゃって、あんな性格に憧れるけど、そりゃ近くにいると楽だよ。でもね、やっぱり苦手。別に好きとか嫌いとかで一緒に仕事してるわけじゃないし、気にすることでもないだろう。それはそうなんだけど、僕は昔から白か黒かどっちだって言われると、どっちにしようかずっと悩んで、それで気がついたら両方なくなっている、そんなパターンが多いんだ。わかんの？アスマ君と出会ってからは、俺が黒だからお前も黒なって決めつけるようになっちゃったけどね。最初は抵抗あったけど、最近はそれでもいいかなって思うんだ。位置に迷いは禁物だもの。なるほどね。お前の決断をアスマが全部するってわけじゃないんだし。うん、それは分かってるの。アスマ君じゃなくても僕の上の人が決めていってくれると思うんだ。そりゃそういう部分だってあるけど、人の祈りばかりになっていたらそのうち痛い目見るぞ。そうかもね。僕だって分かってる。医師としての自覚も、人としても、男としても。これなんか男としてっていうのが結構ね、女としてとかめんどくさいっすよね。まだまだなんだ。絶対必要ないと思うんだよな。分かってるよ。男らしいとか。どうにもならないんだもの。ま、お前のことだ。僕がどうの言うことでもないしね。じゃあ、そろそろ行くよ。うん、僕も行かなきゃ。どうだ、食堂か？食堂に行くのか？ちょっとよ。なんだ？お、またポコポコ言って。あ、先生、先生、緊急棟の方に来てください。あれ、この声は急患です。胸部の痛みを訴え倒れたそうです。緊急棟の先生は別のオペで手が回りません。先生、こちらに早く。終わりました、すぐに行きます。杉田先生、今日 ER の先生方は。今日は事故が多くて先生方も手が空いておられないそうです。大変だな。この近くで17台による玉突き事故です。今ニュースでやっていますよ。玉突きでそんなになるんだ。それで先生方が。で、患者の予定はどうですか。先ほど一通り検査をしてみたのですが、心脳内体液潮流を起こしかけていますね。心脳内体液潮流、受領かなり危険ですね。
解離口が進行を圧迫しているため胸部の痛みが発生していると思われますね。レントゲンでもそれははっきりと出ています。となると大動脈瘤解離ですか。大動脈解離ですか。そうです。まだチアノーゼは出ていませんが、出たらあとは時間との戦い。破裂する前に人工血管に置換しなければ生存率が低くなります。もはや猶予がありません。今回のオペ看護師として矢島さんにお願いしてあります。矢島さん、矢島さん、手順の確認をしてきますから君も早く来てください。わかりました。矢島さん、大動脈解離か。僕にできるだろうか。杉田先生もいらっしゃるし、僕が心配しても仕方がないか。とっと、こんなことしてる場合じゃない。急ごう。はい、というわけでですね、大動脈解離のオペをするらしいです。あまり時間がありません。今回のオペを手短に説明します。患者は初生理科26歳。ルカちゃん、どうしました。胸腹部分の造影 CT 検査の結果、大動脈解離を認めました。チアノーゼはまだですが、このままでは危険な状態です。急性 A 型大動脈解離と診断します。そこで人工血管の置換を行います。もちろん致死性の合併症の恐れもあります。心膜口内での破裂の可能性が高い。今回この人工血管置換術を君に行ってもらいます。まあ俺言っとくけど、いかにも失敗した男だぞ。大丈夫か。私の方ではそれまでに至る工程のお前が全部やった方がいいんじゃないのか。今回のクラン家とお知り合いですか。知り合いというか、ほんと知り合いだけなんですけど、あまりに急なことで。そうですか。しかしあなたが考えるだけの時間的な余裕はないでしょう。ですね。あの造影 CT を見たらわかります。親族は切ってはなりません。ですが知り合いであれば別です。切ることもやめることもできます。どうしますか。あなたがダメなら別の方に人工血管置換をお願いしなければならないのですから。僕は発動を切れるんだろうか。どうする。僕が切ります。サポートをお願いします。大丈夫ですか。胃潰瘍失敗しましたけど大丈夫です。先生、準備できました。あ、矢島さんってこの人か。はい、では参りましょう。チャレンジ度が10上がった。めっちゃむずいんだろうなこれ。大丈夫か。手術解説。超高大動脈の解離部分を人工血管と置換します。急患なので患者の体力を十分に注意してください。患者の横ため切除部分は小さくなるようにしてください。でもこれしか解説ないってマジ鬼だよな。もっとなんかないの。いいよ、行くよ、やるよ、やってやるよ。急性大動脈解離オペレーション3。これより急性超高大動脈解離置換術を行います。第一助手杉田先生、よろしくお願いします。時間がありません、急ぎましょう。すいません、マジで。はい、返します。あれ、女の人なのに父がない。ちょっとね、でっかく行きますよ。すいませんね。うわー、で
何？あ、オッケーオッケー。よし。何これ？え？あ、やばいやばい。初瀬さん、頑張ってくれ。いやー、ほんとやばいこれが。ごめんごめんごめん。なんで？いや、何？よし。え？切る場所を選択して。どこで？ここ？え？マジわかんないけど。どこ切ればいいの？ここ？着って言ってたよね。これが危ないのか？どこなんだ？これか？これなのか？切除。え？切る場所。この辺？この辺？この辺？合わなかったっていうこと？マジかよ。すまん。これいいんじゃないっしょ？ぴったり。表示されるボタンを押して。え？ L1、丸。L1。はい。はい。いやー、惜しかったーって。なんで俺全然大丈夫だったんだけど。長時間のオペはこのクランケでは持たない。このまま長引かせるわけにはいきません。わかりますね。ここは僕が執刀。血圧低下。やむを得ません。私が変わります。変わります。けどこれは命令です。いいですね。いやー、あの方向のあれがマジでわかんない。初瀬さん、ここ病院です。よく頑張りました。私急に胸と背中が痛くなってそのまま。ええ、その後にここに運ばれ手術しました。あなたが？少し眠ります。アッセさん、どうだった？うん、術後の経過は今のところ順調なようだし、あとはハッセさん次第かな。けど大動脈解離だったらまた再手術の可能性も高いな。そうならないことを祈るけどね。そうか、お前が大動脈解離よね。いや、僕は痴漢部分をする予定だったんだけどね。途中で杉田先生にバトンタッチ。全くダメだね、僕って。しばらくしたらまた八瀬さんのところに顔出してみるよ。あ、わかった。めっちゃ本当にもで、俺はどこ行けばいいんだ？あれ、これハッセさん？なわけねえよな。ハッセさんですか？ハンバーガー。
ースステーションでも行ってこいよ。いやーねー、ほんとにねー、まずねー、なんだろうね、こう最初にね渡されるものがねなさすぎ。ナースステーションか。じゃあ時はちゃんのいる3階。あれ、いない。ちょっと、どこ行ったの？あれ？お前またいる？こっちは緊急棟だから。ハッセさんの様子を見に行こう。ハッセさんどこにいるの？え？あ、あそこの部屋だ。あそこの部屋だね。はい。305のハッセさん。先生。なんだ？具合どう？先生、私、一体。急性大動脈解離といって、心臓に近い大動脈という部分が詰まってしまう病気だったんですよ。急性大動脈。ええ、詳しいことはまた後ほど説明しますけど、その詰まった部分を人工血管に置換する手術をしました。心臓ということは私少し残ってしまいますね。あと一人にしてください。初瀬さん、いいから一人にしてください。お願いします。わかりました。僕は彼女に何も言ってやれない。大した意志でもないくせに偉そうなことは言えないってね。ふう、知っている人を切ることがこんなにプレッシャーになるなんて思いもしなかったけど、これはどの人にでも同じでなければいけないんだ。初瀬さんは僕の患者の一人。それでいいんだ。それで。はい、というわけで、チャプター3はね、また次の回にしたいと思います。いや、オペ、2回やっちゃいましたけどね。失敗しましたね。この後、ナースステーションだっけ？うん、常盤さんが相談したいことがあるって言っていたよ。ああ、そんなこと言っていたね、確か。そうか。待ってよ。なんだよ、また食堂かよ、お前は。一人だって太ったんじゃないの？いいんだよ、もう。めっちゃいじけてるやん。へいへい。痛いなあ。ああ、ごめんごめん、急いでいて気がつかなかったよ。気づけよ。中央手術室がすごい騒ぎになってるらしいよ。オペ室？何かあったの？とにかく急ぐから、君たちも行った方がいいよ。何かあったのか、行ってみようか。うん、一体どうしたんだろうね。だから、何度言ったらわかんの？嫉妬するって言っても、大体あんたどこの誰？嫉妬は杉田先生って決まってるんだ。それに、あんた本当に医師？あんたみたいな人俺知らないな。もういいだろ？帰ってくれよ。これからオペなんだから邪魔だよ邪魔。口論している時間はない。あと数分だろうな。あ、何言ってんの？もう勘弁してくれよ。見えないよ。え、アスマ君が？何が起こってるの？さあ、そこまでは。ただ誰かと揉めてるみたいだ。誰なの？知ってる人？
顔ははっきり見えないけど、知らない人はね、医師みたいだけど。アスマ君、どうしたんだろう。一体これは何の騒ぎですか。あ、杉田先生、この男がですね。男？あなたは知り合いですか。少しかな、杉田先生。あなたも人が悪い。戻られたら戻られたと連絡していただいたら、こんな騒動にならないものを。こうしている場合ではない。杉田先生、悪いが執刀を代わってほしい。今日のクランケ、何かありましたか。杉田先生、この人一体何者なんすか。いいから話は後だ。時間がない。私は準備にかかる。杉田先生、悪いが助手を頼む。わかりました。私が責任を持ちます。ちょっと杉田先生、そりゃまずいんじゃ。お前はここにいろ。いいな。では杉田先生、行こうか。ちょっとマジかよ。あの男の人、オペ室入っちゃってる。嘘、アスマ君のオペでしょ。アスマはまだ入ってる。何があったんだ。アスマ君、チームから外されちゃったの。こんな大勢の前で恥かかせやがって。あいつ一体何なんだよ。くそー、なんだ。結局あいつがオペを乗っ取られて終わり。そうみたいだな。オペ室は覗けないし、行こうか。行こうぜ。あ、アスマ君。アスマ、はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。オペはね、2回失敗しちゃいましたね。どうやって読めんだ。あ、セレクトだった。そうだ。あら、信頼度とかもいっぱい下がって、ちょっと残念なことになってます。頑張ります。ではまた。